礎問題、不正解が続出する自然数、おまけ問題付きです。では始めましょう。次の中で自然数は全部でいくつあるでしょう。解説をします。整数は右上のような3つに分類され、その中で正の数を自然数と言います。つまり0と負の数は自然数には含まれません。自然数は1、2、3のように1から始まって1を順に足して得られる数であるから小数も含まれません。当然分数やルートがついた数も通常は自然数に含まれませんが、本来の3分の12は約分すると4になるので自然数であり、ルート9もルートを外して3になれるので自然数です。よって自然数は上の丸をつけた5個が正解となります。おまけ問題です。この問題を解いてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。